今日は11月の6日、中国大会当日の朝なんですけれども、本日の、ITU マーチングチャンネルでは中国大会の、ウォームアップの時間、約20分間ぐらいあるんですけれども、ウォーミングアップ ITU がどんなことをやってるかっていう模様をお届けしようと思います。ちなみにですね、なんと中国大会、今日なんですけれども、今年の IPU のキャッツ通りました。ありがとうございます。なんとかドリルも間に合いですね、なんとか最後まで今シーズンの賞を通すことができる状況にはなりました。ただですね、ドリルができたんが、木曜日なんですけど、11月の6日やから11月の4日にドリルができ、11月の4日にドリル読みをして、で11月4日に M3 を全部通し、で昨日11月5日の練習で初めてランスルーをして、またねランスルーやったの1回やるだけなんですよ。全部通してランスルーを初めて昨日、1回通して今日本番っていうね、だいぶ強行スケジュールになってるんですけど、本番はうまくいくんでしょうか。それでは中国大会のウォーミングアップの模様をどうぞ。
ー